ケイチ、起きなさい、朝よ。眠そうね、ケイチ。昨日は何時に寝たの？うん。昨日は寝つきが悪くてさ。そう、珍しいじゃないの。気がついたら朝だった。あんたもしかして、昨日の雷が怖くて寝られなかったんじゃないの？まさか。子供じゃあるまいし。おう、おはよう、レナ。あれ？ケイチくん目が真っ赤だよ。どうしたんだろう、タロウ。なんか、寝つきが悪くてさ。そんなわけで、今日は寝不足だ。大丈夫かな、カナ。なあ、レナ。ミオン、遅いな。まだ調子悪いのかな、カナ。先に行ってもいい約束の時間になってるけど、どうする？どうする？もう行かないと遅刻になっちゃうかも。そうだな。ミオン、まだ体調が悪いのかもしれないしな。レナ、そろそろ行こうか。
ケイチ君、今変なことを考えてなかった？なんでだよ。そんなこと考えてねえぞ。ケイチ君照れてる。怪しいの、怪しいの。照れてないって。怪しくもない。だって最近ケイチ君ずっと怖い顔してたのに、さっきニコニコしてたよ。そうか、バレてたか。そうでしょ。じゃあやっぱり変なこと？別に変じゃ。レナを見てちょっとにやけてたのさ。なんでかな、かな。なんでレナを見てにやけてたのかな、かな、かな。最近ちょっと疲れていてさ。毎日会ってるのにレナの顔をまともに見る余裕もなかった。で、久しぶりにレナの顔をじっくり見たらさ、やっぱり可愛いなと思って。ゲイツさんがそんな簡単に引っかかるなんて思ってなかったのでございますわ。どうせカースならばちょっとしたジョークで。これのどこがジョークの範囲だ。デッドストックの牛乳なんてデンジャラスなトラップ、本気で設置するわけがございませんでしょうが。全身そのデッドストックの牛乳まみれだ。そんなの知りませんわ。気を抜いていたケイチさんが悪いのでございますわ。じゃなくて熟成された牛乳を使った分で、かっこ強だ。ったく、ほんとくせえ。ケイチ、かわいそうかわいそうです。でも近づきたくないのです。早くジャージに着替えるのですよ。うん。